海外ドラマ映画あるシリーズ第2弾。この後絶対裏切るじゃんっていうキャラの顔。やはらー皆さん、こんにちはビ,ビンでーす。よくいないあの、ごめんねーつってハグしようってハグした後の、っていう顔。これ大好きだし。<laughs> はい、ってことで今日はですね、こちら。 タゴスタジオさんよりこちらのえっ、ー、と T301 のヘッドホンレビューしていきたいと思いますこの前ゼロー今日はゼロワンって感じですねはいかっこいい楽しみですじゃあ早速ひもじお願いしますトークルタトークでー どうこれ。うタコ八郎のモノマネはうまくないんですね。あのタコ八郎さん知ってる方は同世代だと思うんで。分かんなかった。えー、タコスタジオなんでタコ八郎さんやったんですけど。うん、分かんなかった。えー、先にいっておきます。えー、これはあのうちで扱うってきたイヤホン、うん、ヘッドホン含め、うん、えっとまああのナイトホークが定価8万円だったけどあれ2万円ぐらいで買ってるんで、うん、じゃ置いといて。うん えー、過去最高値というのと、うん、あのやはりちょっとね僕の知り合いとかいろいろ絡んでいる、うんえー、タゴスタジオさんの製品、うんまあ、この間02先にやりましたけども、うん、これ高いねどうしようかと思ってたんですけどまあコメントで前にこれやってくださいっていうのもあったし、うん、僕がモニターヘッドホンをソニーの MDR7506 から変えたいって言っていろいろ試してきて、うん、まあこれもその一つで、うん、まあちょっと とえっと、もう先に言ってしまうと、僕は仕事でこれ、多分使い始めると思うので、<ー>ちょっとガチレビューになるので、はい、長くなると思います。マジか。いろいろ語りますんで、あとね、前回の「02」見てない方は、タコさんについてはも,もう一回説明が入るんで、はいまあ、もう一回聞きたくない方は、えー、チャプター設定すると思うんで、飛ばしていただいて構わないんで、うん、製品紹介のところは。はい、というわけで、 えー、まあ製品紹介から入るんですが、はい、まあ前回も言いました、うん、群馬県高崎市にある、はい、プロ向けのレコーディングスタジオの、うん、タゴスタジオのまあタゴスタジオ高崎なんですけど、うん、っていう名前なんですけどの,あの運営者であるあの音楽プロデューサーアーティストの、うん、タゴクニ夫さんが2年間かけて開発してて。 出したえっとヘッドホンがこの T301 になるんですけど02より先に出てるんですけどえ究極のやっぱりナチュラルサウンドでこれはモニターヘッドホンです。リスニング用でではないです完全プロ向けモニターヘッドホンなんですけどえまあもう一回言いますけどタコさんは。 浜崎あゆみさんや、はい、AKB48 さんや、はい、EveryLittleSing さんや、はい、柴崎幸さんに楽曲を提供して大ヒットを飛ばしている優れた音楽プロデューサー<お>アーティストでもあるのでかっこいいその人がもう自分が納得いくモニターヘッドホンを作りたいと言って作ったやつがこれなのでまあ後で多く語りますけど、はい とりあえずもう聞いてってもらいたいんですがこれねあのー、アジュリカさんっていうえっとあのねアニメ系の、まあ、元某会社にいて、うん、でまあコロンビアとかで、うん、あの楽曲レコーディングとかしてく<お>あのアーティストの方のアジュリカさんという。はいはいうん まあこれコラボモデルも出てるんですけど、うん、えっとマイスターですね<え>マイスターの音ゲーとかアニメとかあっちのコラボモデルはもう10万円近く、うん、9万いくらいなんですけどうん、うん、まあそれが出してるアジュリカさんがまあこのタゴスタジオのこのヘッドホンイヤホンのファンクラブ会長みたいな感じになってるんですけど、うん、まあ彼もいまだにこれ使ってるんですけど、うん、まあ僕も気になってたんだけど,どだけど,ど まあ価格も高いし他に聞きたいのが先にあったので、うん、まあそっちから聞いてったっていう感じなんですが、はい、ま彼も言ってするしタコさんも言ってるんですけどバランス接続で聞いた方がいいっていうのと僕も実際バランス接続で聞いたらもうあのシングルエンドには戻れない気がしたので、うん、まあ今日もバランスから聞いてもらうんですが、はい、純正のケーブルが売り切れで買えなかったので、うん、え今回は画面に出ると思いますけれども。 えーとコーインさんの 4.4mm 銀メッキ単結晶度発信バランスケーブル、えー、のソニーの MDRZ1R とか Z7 用にも使えるケーブルでヘッドホン側が 3.5mm の3極での端子で、うん、で 4.4mm の5極のバランスになってますので、はい、これでまずいつも通り聞いていってもらいますが<お>タイダルで。 行きます、はい、優しい付け心地がつけ心地も最高ですよ、うん、ではええー、ブラックピンクさんで「ラブシックガール」お<ー>おめん間違えた <laughs> はいはいはい耳に優しい <laughs> はい えー、続きましてえたいだのの場合はイッチーさんの「ロコ」おーおーおおんか曲によって違うね迫力がえええなすごい えこれモニターなですよすごいいい意味でモニター感ゼロなんだけど <laughs> はいえー、続きましてワニマさんでともにうーんモニターォ本だからやっぱりこの細かい音を聞きやすいだんだん私も聞こえてきたの細かい音が。 マジで耳に、耳にいい、ほんとに。優しさがある。はい。ねえ、続きまして、あやしさんで、よなでる目の。うん。なんかね、違う。あの、えなんか、あの、 なんだろう聞き入っちゃうね。はい。こ言葉にしたいんだけど、うん、あの、心地よすぎて聞き入っちゃう感じ。うん、で、えー、こういう時いつも聞かせます。ミレイさんでアンティル会いたい。うーん。またなんか、印象が変わる。 もっと疲れないない今までミレイさんの曲結構こうすごいズーンとした深みのある印象だけどこれをとこのヘッドホンで聴くってまた違った印象で聴ける感じがするほんと優しいねこれ <laughs> それしか言いようがない私からしたらはいでまあモニターってことで、うん、えーっと、ちょっとヒップホップ系で音がいろいろ動きまくる曲も、うん、ええー エダラ・エーピー・ファーグさん、ファレル・ウィリアムスさんの音、うん、あとザ・ナプチャー、んな、ネプチューンズだ。ーんのグリーン・ジュース、フューチャリング、あの、ファレル・ウィリアムスをちょっと。ほんとだ、曲出てて。<laughs> すごいいろんな曲が聞こえる。<laughs> うーん。 なん、すごい。こんだけこの曲に今いろんな音が入ってんのに、疲れないし、すごいなんか不思議な感覚なんだけど。この曲本当にいっぱい入ってる、今音が。なのに、なんか、 違和感なく聞けるよねやっぱモニターヘッドホンだからなのかなそれははいで最後はえー、コールドプレート BTS さんでマイユニバースうんいやーいいねーなんか私ずつ結構モニターヘッドホンってやっぱりその 仕事で使うような感じのやっぱヘッドホンでしてないんだよなとか思ったけど、このヘッドホンとかだったらなんか主張として普通に聞きたいなっていう感じはある。はい。では感想と。なんか、モニターヘッドホンの概念がいい意味でぶち壊された瞬間だった。うん、そうすかうん。なんか、普通にリスニングでいいじゃんと思った。聞けるじゃん。聞きたいってかリスニングでっていう。うん 感じまあでもモニターヘッドホンってリスニングに耐えられるのはあんまりないんですけどね本当はあそうなんだ、うん、これ究極のナチュラルサウンドなんでもう名前の通りだねそうなんですよね、まあ、リスニングもにも使えるモニターヘッドホンってなってくると、うん、まあ前やったゼンハイザーのね、うん、HD660S とか、まあ、あれは厳密にはモニターヘッドホンではないんですがまあ そんな感じですけど、他に感想ありますか、うん、最近ね、皆さん、あなたのコメントもとても大事だってコメントしてくれてるんでいただきましたね、嬉しいです、私の需要があって喋っていやでも本当になんかもう、あの聞きながら言ってることをまとめるだけなんですけども、うん、本当になんか優しくて、あの、なんだろう、本当、なんかもうさっきも言ったけどモニタイトて方の概念ぶちこされた感じ、いい意味で感じで,すで、まあ。 <laughs> 最後より1曲前で聞かせたヒップホップっぽい、うん、ファレル・ウィリアムス・ユューチャリングの「グリーン・ジュース」みたいな音数多かったり右行ったり左行ったりっていうラッパー系で重低音出ててもどんなに音が増えても音の場所もあれも全部わかるでしょわかるほんと聞きやすいそこがモニターヘッドホンのすごいところなんで、うん、なのに疲れないっていうのがすごいなって思う、うん、なんかあの曲多分疲れると思う普通のやつだったら、うん、いろいろなんか情報量多いから。 え、なけどすごい音数だから、ね、そうそれが徐々にこう増えていってるのに自然と聞こえる感じがあるから本当に疲れないっていうだけ、ね、では一応付属のケーブルでアンバランス、はい、シングルエンドでも聞いてもらって違いがあるかどうか、うん、またね T302 の時はみやびは付属のケーブルの、うん、まああれはどっちも。 表あの純正のケーブル使いましたけど、うん、アンバランスよりシングルエンドアンバランスの方がみやびや好きだって言ってたんで一応聞いてもらいますが、はい、早送りになりますはい、はい、それでは感想をお願いしますえっとこの今の,この付属のやつだと、うん、あのこうずっといって、うん で聞くから、まあ本当なんか。モニターって感じ。ですそうそうそう、うん、楽しくは聞けない、モニターって感じで、ただ音が。聞けるだけって感じだから、私は今回は一個前のバランス。が好きだった、うん。バランス聞くとね、みんな。たごさんも、あ、ゆりかさんも、これ使ってるプロたちは、うん、バランスで一回聞いちゃうと、もうシングルエンドに戻れない。 わわざわざヘッドホンアンプをバランス対応のやつに変えた人もいるんです、うん、へえすごいなんか意味が分かったかも、うん、なんか、まあ、ちょっとだけよねまだ、うん、そこに関してはでも確かにバランスの方が楽しいしなんか可能性じゃないけど幅広ここの幅広があるから楽しめるし、うん、みたいな。でねこれまあたまには。 ビルドクオリティについてこれねうん、うん、これやっぱ楓材これは飾りじゃなくて、うん、意味があってウッドにしてるし、えー、で、これ一個一個全部あの違うんで,、うんでまあ、木目や左右似たようなになるように選んでるらしいんですけど、うん、で、これいま <coughs> だにタゴ、うん、さんが出荷時に一本一本チェックしてから出荷してるらしいので、うん、すごいねで、こ、まあ、こういういところも クオリティ高いしまあこれから金属になって高級感あるここタコスタジオって入って、うん、さらにここのとこに高崎って入って,てあ本ほんとだ結構いろいろでねこのねイヤーパッドがすごい優れものでもう気持ちよくてずっとなんか触ってた私もでこれ革じゃやっぱダメだったからこれにしたんだっあそうなんだ,、うん、だすごい心地よかったイヤーパッドもすごい。 何個も試して、これにしたそうなので、うん、ビルドクオリティも高いし、所有欲もこれ満たされるデザインなので,、うん、で、そんな重くないです。思ったほど、うんで。付け心地も最高なので、で、まあ、ここから僕のターンでよろしいですか。いつもより長く語るかもしれないですけど、うん、まあ高いっていうのもあるんで、ちゃんと語らないと、あれなので、うんねえと。まず言えるのは、えっ、ー、と、解像度が高いです。 <laughs> で音の位置もすごくよくわかるし何、うん、だろう音の距離感っていうのがすごく絶妙で、うん、あの近くにある音は近くで聞こえるし、うん、目の前にあるボーカルとかも目の前で聞こえる、うん、それとは違って遠くで鳴ってる音も遠くにちゃんと聞こえるんで、うん、だからあのー、ね フューチャリング・ファレル・ウィリアムスの音数多いやつ、うん、あれも音が遠かったり近かったりしてるんだけど、うん、それが全部わかるっていうのも、うん、やっぱり解像感高くて空間表現も良くて、すごいなっていう、もう感じを一番最初に聞いた時に思いました。うんうん、はい。で、定位感と立体感がすごい素晴らしいんで、まあ、実際ミックス作業をえ何曲か やってみましたけどとてもやりやすかったしミックス作業にも最適だと思いました、うん、なので DTM やってるあのプロの方アマチュアの方趣味で DTM やってる方えっとプロを目指してる方にもおすすめできる一本だと思います、うんまあ、はっきり言ってえー、っともうなんだろう洗脳のようになっているもう古き良き時代の ソニーの CD900ST はもう今の音には対応しきれてないので、うん、あれは使わない方がいいので僕はそういう派なのでうん、うん、低音もつかみにくいし、うん、でまあやっぱ曲を作っていくのに最適だなとちゃんとスタジオを分かってる人が作ったやつだなっていう感じです。 で、音は本当に、まあ、究極のナチュラルを追求しましたって言ってると、本当にナチュラルで、低音もつかみやすくて、低域が中高域を一切邪魔しないし、低域同士も、ドラムの音が、ドラムのベドラがベースを邪魔したり、ベースがドラムを邪魔したり、こともないです。被らないです。なんで、見通しがすごいいいです、音の。で、まあ、わかりやすく言うと、 スピーカーから聴いてるみたいな音がします。うんうん、スタジオのモニタースピーカーから。で、タゴさんもそこを狙ったら、狙って、それが実現できるように2年間も費やしたみたいなんですけど、どただ、スピーカーから聴いてるように聞こえるんで、あの、全く疲れず何時間でも聴いてられて作業できる。これ大事なんですよ。僕らミックス作業って、もう1日、 十何時間になるときもあるし、徹夜になるときもあるし、うん、それが何日も続くことがあるので、その時に疲れない、で今までのモニ使ってきたモニターエッドホンは、900ST も7506も、まあ CD じゃねえやんと、HD660S でも試しましたし、赤毛の K371 とか、まあ、その辺も全部使ってきてますけど、疲れちゃうんですよ、作業していると。うんうん でもこれほんと疲れないので、うん、作業してても楽だっていうのもあります。うん、であと、あのーまあ、これ完全仕事でやってる人プロ向けの話になるんですけど、まあ、これは本当かよってアマチュアの方 DTM やったことがない方は思うかもしれないんですけど僕らがミックスとかしてるときにプラグインっていうのがあって、まあ、プラグインで例えばコンプとか EQ とかリバーブとか、あと音源もプラグインであるんですけど、その数値、設定を変えただけで、その変化と違いがすぐにわかる。<ー>ああ、すげえなーって使ってて思いました。うん、そのぐらい違いがすぐ反映されます。<ー>で、まあ、そんな感じなんで、まあ、あとは音場、音場も広くて、抜けも良くて、 で、多分、びは、これを今から言うと、ああって言うと思うんですけど、密閉型なんですけど、開放型みたいな音します。うん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 。抜けが良くてすごい広がりがあって、こもりが一切なくて、突き抜けてるので、うん、え、これ開放じゃないのっていう音が密閉なんだけど、します、うん。うんうん。で、密閉型っていうのは、 だいたい低域がぼわつくんですけど、これは低域ぼわついてないです。うん、で、あと、ボーカルの表現もとても自然で、ボーカルの解像度も高いんで、ボーカルのレコーディングにも最適だと思いました。うん、今、ボーカルのレコーディングっていうと、CD900ST 使われてる、うん、ファーストテイクでも使われてるけど、全然こっちの方がいいなーって僕は思いました。で、 ということは、まあ、ボーカル曲を中心に聴いてる人には最適かなとも思います。なるほどね。リスニングとして考えると。うん、で、まあ、あとは、スタジオで作ってる音が、あとミ、僕らがミックスした音が、そのまま自然に表現してくれるヘッドホンになってるので、まあ、アーティストが伝えたかった音を自分も聴いてみたいっていう人は、えー、高いですけど、うん 聞いいいいてみるといいと思まで、値段言ってませんでしたけど、うちのギリギリなんです、これ。う,うちの制限も、5万円台まで制限設けてるじゃないですか。うん、えー、5万9,400円です。ギリギリだったいで、大体、えっとね、5%とか引きで、うん、いいやとかだと、もうちょい5万8,000いくらとかで買えたりするんですけど、うん えー、高いです。高いですね、やっぱね。まあ、その価値はあるけどね、<も>本当に。ギリ5万円台だったんで、うんまあ、今回紹介に踏み切ってるんですけど、うんうん、あと仕事道具なんで、うん、で、まあ、あとは、えっと、ですね、えっと、フラット系のリスニングヘッドホンを使ってる方も、あとフラット系のモニターヘッドホンをリスニングに使ってる方もいると思うんですけども、 大体そっち系って値段関係なくフラット系でも定域が足されてたりしてて完全な自然なナチュラルなフラットっていうヘッドホンが少ないのでこの存在は貴重だと思います。自然なので。で、何も足されたり引かれたりしてないので。で、まあ実際作業してて まあ前とか昔にミックスした自分の曲をこれで聴いてみたら、まあ、T301 で聴いてみたらなんかダメなところが目立つっていうか「うん、あっ!」って思うところが結構あって、うん、ミックスやり直そうかなって思ったぐらいちょっと違いが出てしまいました。<laughs> うん、すごいなでまああとバランスで聴くとやっぱりシングルエンドでは聴けなくなる感じなので。うん バランスを使うたことがなかったり、うん、使いたいけどケーブルが高いっていう方は、うん、あの今回僕らがレビューで使ってる、あのー、コーインさんの4 4ミリ銀メッキ短結晶度発信バランスケーブルは、うん、これ確かに2 0 0 0円で買えるので,うん、うん、で音もいいので、うん、まあこの辺を使ってもらえまああの ヘッドホン側が 3.5mm 三極ジャックで、うん、で、バランスは2.5でも、4.4でも、フォンでもいいんで、うん、あ、XLR でもいいんで、うん、まあ、好きなケーブルを、うん、いろんなケーブル刺せるので、これ。ただ、ちょっと、奥まってるので、刺さらないケーブルもあるので、そこは注意してください。うん、で、まあ、イヤーパッドは先ほど言ったんですが、まあ、装着感も最高なので、うん えー、聞き疲れもしないし、付け疲れもしないです。つけててずっとついてられます。うん、というわけで、まあ、まあ、言ってしまうと、まあもう20年近く使ってきた MDR7506 がいよいよ引退するのかな。れこれをもう仕事で使っていっちゃおうかなっていうぐらい、ちょっと衝撃を受けました。で、まあ、こっからが僕のちょっともうお願いというか、希望というか、はい、 あれなんですけれども、うん、まあ多くのモニターヘッドホンを仕事柄当然使ってきてるんですけどみんな他の方たちもまあモニターヘッドホンをレビューされて紹介されてるミュージシャンの方たちも有名な定番のアーカーゲイとか、うん、ソニーとかヤマハとか、うん、あのノイマンとか、うん、まあそういうウルトラゾーンもそうですし、うん まあそういうところの、あのー、定番のオーディオテクニカの <laughs> もそうなんですけど、もう定番になっちゃってる有名ブランドのをガンガン紹介してるんですけど、いや、これ純国産だし、うん、日本人が群馬県の高崎で作り出した素晴らしいヘッドホン。うんうん こういうのが、まあ、韓国ではもう発売されて、もう売り切れちゃってるんですけど、えー、まあこういうのが僕らがもし仕事に使い出すとっていうか使い出すんですけど、絶版になられると、プロの道具って消耗品で、全部このイヤーパッドとかケーブルとか壊れたら変えられるようになってるんで、これが売られなくなっちゃうんですよ。だから売られ続けてくれないと困るんですよ。で、こんないいものが、 あのー、タゴスタジオっていうマイナーなブランドのせいで、うん、売れてないっていう、まあ一部マニアには売れてて、うん、品切れが結構続いたりしてたんだけど、うん、もうそこが嫌なので、ぜひ、あの、視聴でもいいんで聞いてもらって、で、僕の本当の狙いは、ピコ太郎の時、そうだったんですけど、うん できればこれを、まあ僕も知ってる海外の有名ミュージシャンにちょっとメールでもしようかなと思ったんですけど、まあこれを例えばジャスティン・ビーバーが聞いて、うん、いや最高じゃんこのモニターヘッドホンってインスタとかで言ってくれるだけで一気に全世界に広まるんで、ちょっとそういうことになってくれないかなと。で、そうなってくると生産台数が増えると、うん コストも削減できるんで多分定価が下がるんですよ。うん、そう皆さんも買いやすい。うんうん、今は少量生産でタコさんが全部チェックして出すみたいな感じになってるから高いから6万もしちゃうんだけど、うん、まあこれも値段も下がってくると思うし、うんうん、売れれば売れるほど。うんうん、やっぱこういう日本が誇れるちゃんとしたモニターヘッドホンが やっぱ、日本の中でもまだ広まってないんで、うん、まあ群馬県のミュージシャンとかは結構使ってたりとかして、うん、で、タゴさんのところでやる、あの、イベントとか、コンテストとかでも、審査員に爆竹の、あの、ドラムの人が参加したり、布袋、うん、さんがスペシャルゲストで来年3月出るんだけど、うん、まあ群馬のミュージシャンはみんなそうやって愛してくれてるんだけど、うん、もっと、実際、あの、タゴスタジオ T301、うん プロミュージシャンとかで検索すると、うん、アジュリカさんしか出てこないかな、ね。<laughs> だかもっと布袋さ,さんも影響力あるから布袋、うん、さんとかにもいやこれいいよ俺使ってるよとかってなってほしいし、うん、やっぱこういう素晴らしい日本のプロダクツが世界に羽ばたいてほしいなと思うので僕も微力ながらずっと宣伝続けていこうかなと思いますので。うんうんうん まあ、さんはそのうち遊びに行きますす会ったことないで多分あの僕の知ってるミュージシャンつながりで紹介、うんでね、つながるんで紹介してもらえるので、えー、その時はよろしくお願いしますで、うん、別にこれ忖度で言ってるわけじゃないですよダメだったら俺ダメって言うんで、うん、知り合いのところだろうが、うん、知り合いの知り合いだろうが、うん、でも別に俺の言ってることって嘘じゃないほんと素晴らしいんでただ高いんで、うん、ご利用しもしないし おおすすすめもしないでおきますやっぱ59,400円も低下しちゃうので、うん、これはちょっと普通の人にとっては一大事な値段なんで、うんえー、このレビューを見てポンって買っちゃうのはやめてください。<laughs> はい、で絶対に視聴ができるフジアエビックとか、うん、いいイヤホンとかで、えー、と自分のプレイヤーなり、まあ、ダックとか持ってって、うん、自分の環境で聞いてみて判断してください。うん でも僕はもう本当、これ仕事で使うんで、嘘偽りなく、もう20年以上使ってきた7506を、仕事、20年以上使ってきた道具を変えるってことは、すごいことなので、うん、でそれを多分変えちゃうと思うので、まあ、すごいものと出会ってしまったな、っていう感じなので、まあ、それが僕の、

体感じゃない体験したけど、本当に私も感動した。でもロックマンは高いから本当に、あのー、皆さんちゃんとその視聴できる環境下で、あの、ま、どこ動画をね、まあ、参考にしつつ、いろいろ試して、ぜひ、もう、悩みに悩んで、ね、なんかいろいろと考えてほしいなって思います。はい、皆さん、今日も長く、 長く動画を見てくださってありがとうございました。よ、えー、かったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。